はいどうも、俺たまごです。この動画は釣ってきた魚のみをさばいて調理する動画です。できるだけ丁寧に分かりやすくリズミカルな動画をお届けしていきたいと思います。では本日の食材はこちら、スズキです。今日はこれをお造りにするんですけど、まあ、割烹とかでよくやる夏のお造りの、まあ、調理法で洗いっていう、まあ、詳しくはさばきながらやっていきます。あと、これは絶品のムニエルにしていきたいと思います。この2品やっていきます。では早速調理していきます。はい、では早速さばいていきます。まず鱗かきですね。まあ、鱗かきでガリガリガリと結構簡単に取れます。鱗かくところまでワープします。はい、鱗がかき終わったので次エラと内臓ですね。内臓脂肪ついてますね。美味しそう、身は結構。はい、じゃあこれをきれいに洗っていきます。はい、では3枚におろしていきます。まず頭とカマを落としますね。関節狙って手で折る。スズキの頭はこれめっちゃええ出汁出ます。あと塩焼きバリバリ美味しいです。次三枚おろしです。はい、次反対側ですね。次腹骨外していきます。はい、こっちの身は、お造りにするので、この膜まで外しましたけど、こっちはムニエルにするんで、膜は残してます。この膜も脂乗ってる美味しいところですね。ムニエルにする方を骨抜きます。血合い骨を抜きます。じゃあ、ムニエルの方を、切り身にしていきますね。で、ちょっと皮が丸まるのを防ぐために切り込みを。こんな感じですね。塩コショウします。両面塩コショウして30分、置いてください。続いて洗いにしていく方の身ですね。この骨はね、柵取りで皮を引きます。
頭も割って塩を当てておきます。これ一回冷凍ですね。はい、じゃあ続いて洗いにする身を切っていきます。基本的には洗いはそぎ切りでやります。まあ普通のほんまにへいでいく感じですね。はい、とりあえず切りました。はい、今からじゃあ洗いをやっていくんですけど、用意するものがまず氷水ですね。大きめのボウルがいいです。に塩を 1% ぐらい、入れてください。塩を入れることで温度が下がりやすくなります。リードペーパーですね。で、まずザルに、まあこれぐらいですかね。で、これをザブンってつけます。で、表面が白っぽくなったら引き上げて、はい、で広げてあげて、これを手早くやっていく感じですね。で、終わったらまずとりあえずしっかり水分を取る。これは早めにやるべきですね。水っぽくなってくるんで。はい、じゃあ、水分をしっかり取って、とりあえずこれで仕込み完成ですね。盛り付け最後にします。はい、じゃあ次ムニエルですね。まず鍋に火をつけます。で、温めてる間に粉を打っていきます。小麦粉ですね。もう毎度おなじみ、よくつけてよくはたく。では温まったフライパンに油を入れます。そこにバターですね。で、バターが溶けかけてるところにスズキを皮目から入れた直後からしっかり押さえてやります。とにかく皮をパリッと仕上げていきましょう。じゃあ周りがきつね色っぽくなってきたら確認して裏返します。じゃあここからロゼですね。ちょっとね、ここ、まあ、ギリギリ大丈夫、この辺は。で、こういうところがね、ブヨブヨしとるんですよ。なので、ここに集中的に油をかけていきます。はい、じゃあいい感じになってきたんで、盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきます。
はい、これでまず一品目、スズキのムニエルですね。続いて洗いですね、スズキの。まあいろんな盛り方があるんですけど、結構こう折ってあげて重ねていくのが一般的ですかね。あんまり横に広がらないよ、中心を中心でだいたい5巻ぐらいかな。はい、スズキ、あ、焦げた。はい、スズキの洗いです。じゃあ食べていきます。はい、じゃあいただきます。まず洗いからいきます。わさび醤油で。いただきます。いやー、うまい。うん、夏のスズキやっぱうまいっすね。あのスズキって癖があるって、ね、嫌われがちなんですけど、どこに癖があるのかわからんぐらいうまいっすよ。油も甘いし、うま。次ムニエルいきます。ここ一番綺麗にパリッとできてる気がする。はい、でまずこのままね。やっぱね、ムニエルは続きですよ。ほんまにうまい。ちょっとレモンを絞って。うわ、レモン合う。めちゃくちゃうまい、ほんまに。じゃあ、これの。あわこんもりでいただきます。ふう、では完食してエンディングいきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。まずスズキっていう魚なんですけど、出世魚の一種で、まあ有名なブリですよね。ツバス、ハマチ、メジロ、ブリとかいう、そんな感じで、スズキも、生後とか、復古とか、羽とか、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、最終、スズキっていう、まあ、一番生魚なんかスズキなんですね。で、どっからがスズキかっていうと、一応60センチ以上からがスズキって言われてて、今日のは65センチあるので、スズキです。で、まあ、これからどんどんシーズン入ってって、釣りでもですね、まあ一年通してそうなんですけど、浅場で釣れるんですよ。防波堤からでもあれぐらいのサイズ全然釣れるし。で、まあ美味しい。で、スーパーでももうシーズンなんで必ず売ってるんで、ぜひ試してください。本当にムニエル。で、お作りを稀に見ますけど、切り身でもし、まあ、お刺身で切ってあってもいいか。売ってたら、今日みたいに冷水にさっとくぐらすと、また違った味になるんで、これも簡単に試せるんでやってほしいなって思います。パリッと仕上がったら男の子の心パリッとなるはずなんで、本当に。ぜひ。今日もご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。